では表の方に行きたいんですけど、えらいボーボーだね。ここが靴箱ですか？こういう靴箱か。あ、台風の日びっちょになりそうだよね、靴ね。風でもあったのかな、ここ。黒板に落書きとかでも普通ね、廃校とかあるんだけど、ないね、ここ。ちゃんとしてるね。さっきあそこから撮りましたよ。あれが教壇でしょ？机が見たいよね、机。これは何？いけるか、これ。いけるのか？行くのか？行くわ。蛇が怖いけど行くわ。こうやって草を押し倒してさ、行けばさ。着替えは持ってきた。セミが死んでる。もう多分あれ、来年までいるぞ、あの人。粉々になるまでいる。よし、さあ。あ、ここ丈夫。何て書いてあるの？良い政治、この一票が左右する。はい、標語だったね、選挙の。じゃあ、選挙の、成功になってから選挙 の、 投票場にもなってたのかな。あ、ここが選挙の投票場だったんだ。で、あの台を、選挙の箱を置いといたんだ。だから机とかはもう全部ね、ないでしょう。なるほど。こんな感じするよ。敷居は、176センチのうちが頭つくんで、175、6っていうところかな、ここ。高さ。低いね。あ、でもしょうがないよね。これはない。壁やん。なんでここだけ壁？海の風が垂れ下がってきてね。上見たらすんげえアブが止まってて、ここの雲の巣にいっぱい引っかかっちゃう。邪魔カンカン。向こう側行きたいんですけど、行けなくてね。突破か。これ何、このクリケットだかゲートボールだか、これ何ですかね。ちなみに重いんですかね。あ、結構重いんだ。フォークです。でも骨がもうぺたんこなんで、あれ以上広がんないです。ゾンビがいっぱい飛んでるよ。よし、向こう側にも。持ってくるの、リッカー。で、ヘビがいるならどきなされ。ガサガサやるからどきなされ。多分、4K で撮ってるからガサガサうるせえだろうな。まあでもさ、ちょっと、ここはさ、音よりもさ、映像の方で残したんだよね。今度こっちか。右と左何が違うんだろう。どっちかが小学校、
低学年の部、どっちかが高学年の部って分かれてたのかな。体育館みたいなやつはまあないわな、普通さ文校じゃ。これは何でしょう。あ、水溜めてるやつかしら。地下水を汲み上げてたのかな。これはいたずらか。うーわ、まるまる太った。ジョグモかこれ。変わった色してんな。あのさ、ここだっけ、まこちゃんの動画も、なんか世間話してるおばちゃんの声がずっと聞こえるっていううちが言ってたの。本当に聞こえるんだ。外でなんか喋ってるような声。ずーっとなんか誰かが喋ってるような声が、まあ、しかも世間話のようなね。でも道路見てもね、誰もいないんだよ。近所に誰かがいるのかなと思って。いないじゃん。さあ、じゃあ隣の校舎、行ってみよう。なんでこれぬかるんでんの？下。昨日雨来てないよ、おととい。天井に土ぼこりが舞って固まって、太陽をめがけて草木が伸びる一句読んだみたいな感じになっちゃったけど、そのままだからね。あ、誰かがいたずらでドロップつけたな、あれ奥ね、まだね、症状。乗れますか、私。ちょっと不安定なので、手だけ伸ばさせていただきます。あれは電気でしょ。電気だよね。ガス探知機？火災報知機？なんだ？なんでしょう。わからねえよ。もうこの内壁も崩れ始めてるな。優秀な成績を収めたので、ここに称します。西チーム。はい。すごいよね。木製の玉入れだよ。あれ、そうでしょ？違う？まあ、小学生、低学年用かな。何だって、なんか縦笛みたいなやつある。ああ、で、あっちに壁の欄書きか、あの、おばさん。このね、うちは乗れないわ。私は無理だ。今、ガタンってなったな。まこ師匠の体重の多分倍以上ある。カタンってなったかな、なっちゃったかな。なんで黒いんだろうね。炭でも炊いてた、ここ。暖房は炭かい？これは丈夫。こっちは、あ、こっちは丈夫くない。あ、ビン。あぶ、うるせえんだけど、さっきから。はい。江戸時代からの、建てられてた、小学校なんで、
この瓶は江戸時代のものでいいですか？瓶ありましたね。ここにもありましたね、瓶。これやっぱり当時のものじゃないかな。これ当時のものかな、このふんわり卵サラダ。こういうあの忍者屋敷みたいな、この土壁みたいなやつ好きだよね。こっちは低学年の部って感じでしょうか。やっぱり人が管理しなくなるとこんなボロボロになっちゃうんだね。上は結構しっかりしてるところはしっかりしてんのよね。だってここだって門あったわけでしょ。門どこ行っちゃったんだろう。なんかガサガサしたね。4K じゃわからんか。こっちのカメラじゃわからんかと。句読点。到底でもさ、江戸時代からこういうモダンな感じにはしないでしょ。多分明治だよね、これはね。明治大正だよね。太陽の光が欲しいから下から入ってきちゃうっていう。これもしかして植物で崩壊した？あ、そういうわけじゃないか。普通に腐って崩壊したのか。で、その腐った隙間から土が入っちゃってこうなっちゃったのか。すごかと。やばい、もう終わる。時間が余る。こんにちは。ハロー。痛い。もう何分撮った？蜂がうぜえわ。でもあれテントウムシ系っぽいな。割れてるけどなんか瓶あります。よし、椅子うちが乗ったらやばいよね。じゃあこの角度でいい。こういう感じの椅子です。やべ、素手で座っちゃった。あとでちょっと洗わねえと。戻しとこう。
チャット4系ではこんな感じでよろしいでしょうか。ね。中をさ、真ん中ぐらいまで行って取ってもいいんだけど、崩れそうでさ。うん。だって見て曲がってんだよ、これ。これ平行。曲がってんだよ。わかる？曲がってんだよ。全体的に右側に歪んでんの。戻ろう、戻ろう。お金、お金。これはもう外から見て楽しもう。よいしょ。こうやっておけばわかるんじゃない？曲がってるかどうか、曲がってるか。よし。じゃあ 4K の方は終わり。あとはガラケーで適当に映して撤収かな。はい。